さあさあさあ、ちょっとカイ君の大好きな場所に異変が起こってるんですけど、ちょっと気づくのかな気づくでしょうかね。かわいい小走りになってる。早く行きたい、早く展望台に行きたい。ウェイ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 、はい、着いた。着いてどうよ、ウェイ。その体勢ね。いつもの体勢です。いや、そんなことよりよ、後ろ振り返ってなくて一直線にここ来ちゃったから、ちょっとね、ここよ、ここここここにね、あのカイ君の誕生日プレゼントだったあのベンチ、スイングベンチがあったんですよ。なんかずっとこうしてたいわ、ずっとこうしてたい。舞台引退したらさ、ここで毎日まったりしようぜ。お？気づいた？あれ？なくねっつって。なんかおかしい気がする？うん。なんか哀愁があるな。ちょっとね、ここにあった、スイングベンチなんですけど、支柱に亀裂が見つかったため、撤去しております。はい。で、壊れちゃったんですよ。まあ結構長いこと置いてたしね。一旦ちょっと見に行くか、じゃあ。ね、一応、まだ、業者の人持ってってないから。じゃ見に行こうか、じゃあ。うん。さあ、カイ君ね、ここが、カドリーのゴミ捨て場なんですけど、まあちょっと見やすいように、ちょっと置いといてもらったんですけど、これ、これですよ。これが、残骸です。うん。座ったりして。座ったりして。あんた、ちょっとなんか泣けてくるからやめてよ。これね、壊れちゃったのよ。ね。で、まあ、どこが壊れたかっていうと、ちょっと待ってよ。めっちゃ座ってるな。もう、なんかちょっと泣けてくるじゃん、やめてよ。ここ地面につくとこで、こっから、こういった先っぽ、ここ。これとこれが繋がってたんですよ。ね。だけど、こう、がっつり降りちゃってるっていう。はい。まあ、亀裂が入ってたから折っちゃったんですけどね。うん。だから、ここが降りちゃったね、ここは。そうそうそう。ね。うん、なんかすげえ悲しそうなんだけど、俺のブランコみたいな、うん、やっぱね、そうだよね、そうだよね、名残惜しいわな。なんか買うかね。というわけでベンチを買いました。もうなんか普通のベンチです、うん、ブランコとかにするとまたどうせ1年ぐらいでね、壊れちゃうのかなと思ったので、一旦こう普通のベンチです。で、最後にちょっとカイ君らしさを添えて、ちょっと展望台に置いてみようかなと思うので、とりあえず組み立てていきましょう。よし。多分ね、ブランコほど大変じゃないと思うのよ。ブランコ一人で作ると超大変だったから、よいしょ、ドン、ドン。あ、いい色ですな、いい色でございますよ。で、カイ君さ、いつもなんかなんていうか、一人で勝手に遊んだり邪魔したりばっかりじゃないですか。ちょっとぐらい手伝ってくんねえかなって、ちゃんと手伝ってくんねえかなって思ってるわけですよ。じゃあ持っといて、そうそう、持っといて、持って、キープしといてよ、それ。これ向こう置いといて、待って、叩くんじゃなくて向こう置いといて、置いといて、その分かりやすいとこに置いといて、置いといて、向こう置いて、向こう置いて、そこね、そこね、置いといて、向こう置いといて、向こう置いといて、向こう置いて、うん、向こう置いて。なんでかぶったもうなんかそれベンチっぽいじゃん、なんかもうすでに。何、ゴミ、それは置いとかなくていいんだ。そう、ゴミは置いとかなくていいんだって。自分の巣作ってるみたいじゃん、なんか自分の寝床の整理みたいな、やめてよ。マジ寝床じゃん。じゃあ、このまま置いとこうかしら、展望台に。じゃあ組み立てるから。
何してんの決まってないから、ね、ところどころマジで手伝ってもらうかもしれないからね。ね、いい、手伝ってくれる人、はい、はい、いい返事です。ここちょっと持っといて、立てといて、持ってたよ、持ってたよ、うん、その、立てといて、立て、ね、寝かさないで、寝かさないで、その寝かさない、寝かさないの、寝かさないの、違う、寝かさないの、立てるんだって、立てんの、寝かさないでよ一応なんか、斜めってるけど、まあいいや、よいしょ、差し込んで、寝かさないで途中で重たくなっちゃってんじゃないよ、もう、そういうことね、崩れそう。だからここ持ってて、持ってて、おいで、持ってたよ、そう、持ってたよ、持ってたよ、動かさないで、動かさないで、もう引っ張らない、引っ張らない、引っ張らない、引っ張らないで、取れちゃうから、そうそうそう、持ってるだけ、持って引っ張る、揺らさない揺らさないで、そのまま、そのまま、そう、自分たちが協力して出来上がった方が思い入れが強くなるでしょ。何やし、うん、うん、偉いよ、うん、やめないでやめない、やめないで、待って、いやし、偉いんだけど、偉いんだけど、もうちょっと、ちょっと、持ってて、持ってて、持ってよ、そうそうそう、あ、乗らないで、ちょっとそれ、そういうのには耐えられないかもしんない、だし、そこまだ止まってないんだけど、一応なんかそれで固定してくれてるのかしら、乗らないで、なんかもうジャングルジムみたいに使わないでまだ組み立ててる途中だから大丈夫自由すぎんかあんた自由すぎんか、ちょっと、よし、はまった。で、後ろからなんだけど、そこに乗ってると無理なんだよな、車の整備みたいになってる。ちょっと上でワンちゃん、上なんで降りんのかよ、何してんのなんで一緒にねんだよちょっと邪魔なんだよな可愛いんだけどさ、はい、できましたー、できましたカイ君が作ったかのようにできましたー、できましたー全部カイ君がやりましたみたいになっちゃって私ですよ、ぬにやし、ぬにやできましたよ、ぬにやし。じゃあ最後に、最後にあの仕上げっちゅうことで、あのカイ君の手形をここに押していこうと思います。水性のペンキを塗っていきます、ウェイ、そのまま、まだよ、動いちゃダメ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 よ。はい、じゃあこんな感じでですね、あの手形が、つきました。はい、左手と右手、かわいいじゃん、すごいかわいいと思うね。じゃあまた明日、バイバイ一応子供がね、あのこっからビョーンとかならないように、あのこんな近くじゃなくて、なんかちょっと遠めに柵からちょっと離しておかなきゃいけないって言ってて、まあそれはそうだろうなと。ああ、いいわめっちゃいいわ、カイ君連れてこよう。気づくかな、気づくかな、なんかあんぞ、なんかあんぞ、ほら、なんかあんぞあるよ、ねえ見ろやとりあえず景色なのね。ほら、ベンチがある、ベンチが、ベンチがあんべよ、そうそうそう、ほらほら、いい感じでしょ意外と落ち着いてらっしゃるなちょっとよ、横失礼しますよ、うん、よし、あ、いいんじゃないねえ、足乗せるところもあるしさ、揺れない方が良かったかもしんない楽しいかなと思ったけど、買ってよかっためちゃくちゃ買ってよかったかわいい、かわいすぎるでしょ。